の丸の貴公子成長の舞台へ、小塚貴彦、世界選手権代表3枠を守ってリラックスして入ります。 Save the last dance for me。 You can dance every dance with the guy who gives you the eye that don't hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand and he can't lie. But don't forget who's taking you home andOh darling, save the last dance for me. Oh, I know. まあ荒川さん、はい、日本男子の大ピンチを救った男と言ってもいいですよね。本当ですね。そしてまた初出場であれだけの演技ができれば本当に素晴らしいと思いますよ。また一つ大きく成長を見せました小塚です。まあ、そういった意味では荒川さん、はい、2006年の世界ジュニアの金メダリストでもあります。そうですね、やはり金メダリストという意味で言えば高橋選手もそこから旅立っていきましたので、小塚選手もそれに続いて追い越すというような感じで頑張ってほしいなと思いますね。八木沼さんはこの世界の中での日本男子の展望という意味で言うとどんな風に捉えていらっしゃいますか？そうですね、まあ、やはり昨シーズンに引き続き男子は混沌としてくると思うんですけれども、まあ、ヨーロッパそして北米も昨シーズン以上に強力なライバルになることは間違いありませんからね。まあ、片時もやはり気は抜けないというのは言えると思います。まあ、小塚選手に関しては昨シーズンと同じようにこう世界に挑んでいくという強い気持ちをキープしながら、まあ、貪欲にレベルアップを図っていくということが大事になってくるんじゃないかなと思いますね。そうすれば昨シーズン以上にさらに上に上ることができると思います。本当にスケーティングはうまいですよね。流れに乗ってジャンプも飛んで普通にその流れを止めることがないので、高橋大輔に続いていくんだ小塚貴彦。いや、国分さんね、はい、毎日の練習は厳しいでしょうし、大会ごとのプレッシャー相当なものあるでしょうけれども、今日のこのステージは本当に楽しそうな滑りに見えました。そうですね、小塚選手というのはもう毎シーズン見てますけれども、本当に大きく見えますよね。でリンクが小さく見えるというのは、これまたやっぱり小塚選手の自信がついてるということじゃないでしょうかね。あ、なるほどね。まあ荒川さん、そういった意味では自信イコールまた余裕っていうことにもなってくるんでしょうね。そうですね、ただ今シーズン太田選手も復帰してきますからね、その余裕もどこまであるかなっていう感じには思いますけれども、ただこの選手は本当に小技が器用に使えますので、非常に点数を取る意味では有利だと思いますよ。